地理学とは、系統地理学の研究成果を利用しながら、特定の地域の性格について総合的に理解していくことを目標とする地理学の一分野である。特殊地理学、地域地理学、地方地理学と呼ぶこともある。地史学では、特定の地域における地域構造や地域性の解明などを目標としていく。各地域において地史の記録は、 古代から行われていたが、科学として、知史学が成立したのは19世紀に入ってからである。近代知史学は、アレクサンダー・フォン・フンボルトや、カール・リッターにより成立し、フェルディナント・フォン・リー・ヒトホーフェン、フリードリ・ヒラッツェル、ポール・ビダル・ドゥ・ラ・ブラーシュにより発展していった。その後、ヘッドナーは、地理学の本質として、地域的観点を強調した。この時、 地域の性格の考察、すなわち地域構造の解明が重視された。ヘッドナーやリチャード・ハーツ・ホーンは地理学の本質として地史学を位置づけていた。一方、オットー・シュリューターが景観論を考案した。シュリューターは景観に大きな影響を与えている地域の構成要素に着目して研究すべきと主張した。伝統的な地理学においては、 地資学が地理学の中心にあったが、伝統的な地資学への批判や、軽量革命の結果、地資学は弱体化し、存在感は弱くなっていった。しかし、新しい地理学への批判とともに、1970年代、後半から英語圏やフランス語圏において弱体化した地資学を再生していく流れが出てきた。英語圏における地資学の再生の流れは、 新しい知識学といい、社会科学の理論を援用して、地域を説明しようとしている。このほか知識学の新たな方法論として、フランスでコレーム知理学が提唱されている。知理学の考察では、系統知理学的な見方と知識学的な見方の2種類がある。ドイツの知理学者、アルフレート・ヘッドナーは、地域の構造を明らかにし、 地域の性格を理解することを地理学の目標としたがその際地域の構造には空間的多様性と地域間結合に着目するアプローチと特定地域における地理的事象同士の関係性に着目するアプローチの2つがあるとしたこの考え方は世界地図を何枚も重ねていった図で表現できるこの世界地図では1枚ごとに 特定の地理的事象を表示しているが、横から見て特定事象の空間分布を考察する見方と、上から見て特定地域の諸事象の関係性を理解しようとする見方ができ、前者が系統地理学的な見方、後者が地史学的な見方と言える。地理行列による地理学のアプローチの説明。この地理行列では、行は属性、列は地域、 各項と各列の交点は、当該地域の地理的受賞が示される。この他、ブライアン・ベリーは、地理行列を利用した説明を行った。ベリーは、研究対象とするトピックを、地理行列上にて行列より長く取った場合に、系統を地理学的に、列を行より長く取った場合に、地史学的な分析になると指摘した。地史学において、 研究対象とする地域のスケールは一定ではなく、研究対象地域を大陸レベルに設定することも、あれば、市町村や一収録に設定することもある。知史学の方法として、生態知史、動態知史、比較知史が挙げられる。生態知史とは、地域を構成する多くの要素を順番に網羅、しまとめていく方法である。長所として、 地域の構成要素を欠落なく記載できる点、記載されている要素がどの地域でも同じであるため地域間での比較を行いやすい点が挙げられる。一方、短所として羅列的な説明になりやすい点が挙げられる。動体地識とは、それぞれの地域において特徴的な要素を主に取り上げ、それらと他の要素との関係性に着目して地域性を論じていく方法である。 この方法は生体知識の欠点を解消するために考えられた方法である。比較知識とは生体知識や動態知識の方法を用いて複数の地域を比較考察し共通点や相違点をもとに地域性を解明していく方法である。比較知識の長所として比較考察により各地域の地域性がわかりやすい点が挙げられる。ありがとうございます。